劉備は孫権と手を組み、赤壁に曹操の軍を打ち破った。だがこの勝利は名手孫権の心に暗い不安を宿す。その後劉備は孫権から縁談を持ちかけられ江東へ赴く。相手は孫権の妹孫昌公。この婚姻をもって互いの絆を深めようとする計らいと思われた。元より憎からず思う二人、劉備と孫昌公はこの話に喜ぶ。しかしこの縁談は劉備を後の脅威と考えた孫権の罠であった。孫昌公をめとり後に滞在する劉備に孫権の刺客が襲いかかる。危機を脱するべく孫昌公の手を取りかける劉備。護衛として同行していた趙雲も主君らを守らんと奮い立つ。謀略渦巻く江東に大徳の脱出劇が幕を上げる。信じる者のため、趙子龍いざ参る。昌公殿、罠とするとは。いや、今は急いで脱出するのが先決だ。あっ、この子孫昌公殿は私が守る。先決なる孫悟の本音、血を開けよう。頼み、我が自由で葬ってくれるわ。倒れるわけにはいかん。玄徳様の味方を罠に使うなんて、私を怒らせると怖いわよ。そうか、私も未来の妻に負けてはおれんな。おお、よくやってくれた。あなた、かっこいいじゃない。
この道は頼みとさせてもらう。お任せください。必ずやあなた総将校殿をお守りします。私の戦の調べを乱す者がいるようだ。嫌だだれ、虎たちよ、仲間の無念を晴らせ。我を操る、召し掛ける者がいるのか。それは、もう倒すまで。ちょうどいい。もらおうか。こちらの敵はあらかたとしたが、殿が心配だ。急いで合流せねば。
全力でなすものだ。たった一人で残るぜ。だが知略の餌食になりたいらしい。さあ死ぬ気はここで潰れるか。私の隙を察してきてくれたか。助けるな。大丈夫か。超死竜。超死竜。超死竜。何を言ってるか。大丈夫。玄徳様。どんどん進まなくちゃ。鈴の天命が相手を。気がいるとかかってこいや。いざ。この魚使命が。の相手だ。全力で攻撃だ。望む者は力で勝ち取ってみせい。進むべき地は定まった。それを信じてついてくるといい。およくやってくれた。お見事です。
大丈夫だろう。さあ、我々を待つ皆のもとへ帰ろう。